よろちきラジオ。はい、ちょっと今日はいつもと場所が違ってですね、はい、はい、キッチンスタジオで、うん、撮ってるんですけども、ね、まあちょっとね、キッチン企画というか料理企画を今撮ってまして、ね、また見てほしいなと思うんですけども。あったんだね、新宿にこんなところが。ねえ、結構綺麗な、そうそうそう、見晴らしもよく、窓もね結構バーッと大きくてね、はい、ベランダ、はい、で、とんでもなく外の音聞こえてきます救急車とかね。救急車はやっぱ、ね、新宿歌舞伎町なんですけど、やっぱ多いね、なんか、うんうんうん、消防車、救急車分からへんけど通って、まあ新宿ではいろいろ起きてますから。あとバニラバニラみたいな偽物みたいなやついっぱい撮ってるな。ああそっち系のね、系のね、うん、やってますけども、眠れぬ街新宿って言いますから、うん、眠らぬ街ね、眠らぬ街、うん、ね、どうですか最近、うん、iPhone 変えたとか言ってたけど。あ、 iPhone 変えた、うん、めちゃめちゃええな、やっぱいい、うん、何がいい。画質がもう半端なくいいな、うん、で、動画の画質もちろん手ぶれ、うん、滑らかやね。ああそうなんや、うん、全く手ぶれがガサガサってならへんで、うん、画質以外はそんな特にって感じ。画質以外は、うん、そんな特にかないや、わからん、俺がまだ iPhone って結構もう進化してんねん、うん、お前ら。俺がまだ iPhone15 にしたんですけど、うん、あんまりその、なんていうんですか、そのうまみを知らないのかもしれんけど、ね、いろんな機能あるかもしれんけどね。 iPhone15 ってみんな言うんや。え、そうじゃないの。15とか出た、もう。あ、どっからなんやろな。 iPhone15 とかね、 iPhone11 とかは言ったな、うん、でも11とかもうでもみんな英語読みすんのか。そうなんちゃう。あ、 15 な。でも 16 とか言うんや。え、 iPhone なんていう。15って言っちゃいます。俺も15って言うな。あ、東大の偏差値80超えてるやつ15って言うんや。俺も。お前は。いや、もうよおったけど、これ学校とかでめっちゃ意地悪なやつが。まあまあまあ、どっちもいねんけど。まあまあ、そうか。 iPhone、 え、何やったっけ iPhone。 え、iPhone15 Pro Max。 あ、そうなんや。ちょっと、生きられても困んねんけど。15 Pro Max、 うん、なるほど。 Pro Max って何がいいの。512。え、何が、ギガが、うん、iPhone15 Pro Max 512GB。 うん、生きてるだけやねそれ、うん、その救急車通るな。通るね。いや、運やなくてシュン、うん、まあまあ、はい、そうやね。結構前に俺は書いたかな、奥さんと一緒に。ああ、いや全然ちゃうから、めっちゃおすすめ、うん、で、なんかそのめっちゃ文句言ってたけど大丈夫だ、そのなんか何が文句。 あの引き継ぎできひんとったらこったらみたいな。ああ、もうきつかったな、なんか、うん、いやもう話すならいからええねんけど、うん、ほんまになんか一個一個のなんていうの、なんかクイックスタートってわかる、あのなんか読み取るだけでデータ移行できるみたいな。ああ、クイックスタートしたかってんけど、うん、なんか eSIM カードがなんか対応しておりませんみたいな。何それ、うん、なんか謎の画面になって、うん、まあでも俺も LINE 全部消えたけどな。あ、そう、うん、まあ消えたというか別になんか昔の写真とかが全部なくなった。うーわ、ミスって、あの QR で読み込まなあかんねん、あれですか。電話番号で引き継いだら一回全部消えてます。あ、そう、ややこしいね。それ嶋佐さんも一回消えてたやろ。あ、iPad に LINE 入れるときに、はい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 、だよこれ、うん、これ何なんだよって言って、やってたな、あれちょっとややこしいよな、言ったそのなんか不正防止なんやろうけど、そうそうそう、 QR で読み込まなあかんねん、はいはいはい、いや、あの iCloud とかもよく分かってないからさ、うん、何なん iCloud ってっていう、そのすごいな、どういうシステムかも分からん。 iCloud の容量がいっぱいやけど、うん、あ、じゃあ iPhone のストレージはいっぱいやねんけど iCloud の容量はいっぱい余ってるとこ意味分からへんけど、どういうことある。何が違うの。だからこれ何本、あのギガは256かな。あ、でもそれが足りてないね。あ、256が足りてないから iCloud っていうなんかそのオンライン上のストレージに入れることによって、うん、ここのだから携帯のストレージ使わんでもいけるってこと。はあ、だからオンライン上のストレージ金毎月何本か払ってると思うけど、そこにデータ移せるっていうことやな。はあ、だから iCloud だけで見ると、うん、なんとかテラとかやねんか。うん、そやな、うん、だからもう余りまくってんねや、うん、でもこっちの容量はちょっと結構いっぱいですね。だから iCloud 移してたらそんな携帯の容量あんま使わずに済むみたいな。ああ、だから iCloud 移したらいいか、うん、もうちょい大丈夫な、その最近の筋トレの感じとかもなんか相まって全然、うん、その分からへんとかじゃなくて大丈夫。
そのキッチンスタジオでもなんかわけわからんことずっと言ったりしてたけどさ、筋トレすぎてしんどくてわけわからんのかなと思って、そんなこともない？大丈夫？あ、糖質足りてない的な、うんうん、まあ今もうだいぶ極限状態ではあるから、しんどいんや、やっぱりしんどいというか、うん、あのもう慣れたな、ゾーンに入ってる。なるほど、うん、なんか、うん、そうそう、 DM 来ましてね。 DM？ナダルさんにご報告ですが、本日のソーティーのルーティンラジオ、終始西野さんが適当に喋ってて何を言ってるのか分かりづらく良くない配信でした。ご本人は糖質足りてないから、お香を炊いてないからとかとおっしゃってますが、仕事中はお香なんて炊けないので、糖質摂取しない限り劇場や営業などのお仕事で西野さんが良くない感じになりそうで心配です。まあ、良くない感じになってるんですけども、まあでもまあまあそこはまあ僕がね何とかしたらいいだけの話なんで、僕はそこは頑張ろうと思って。終始何言ってか分からへん、まあ、俺も知らん、聞いてないから、なんかリンクも貼り付けてあったけど、まあここに俺の時間割きたくないなと思う。いやいや、うん、そんなん言われてもな、うん、一番最初一応なんかそのアイクラ、なんかその iPhone が引き継ぎできひんつってぐだぐだ文句言いながら始まったから、そこ消したけど、うん、うん、だからまあまあまあ大丈夫ですかそれは。いやいや、もう大丈夫。それ誰と言ってんの？知らん。なんで俺のラジオ？そんな告げ口できひん俺、それ誰とか特定するようなことを。別にええやんか、匿名でも。それはスパイみたいな人が怖いわ、スパイ、うん、なんでそれを言う？そう言ってお香炊いてないから、お香炊いてないから頭回ってないって言ってるのじゃ俺は知らんけどね。何言ってんのそれ、お前やろ。俺の話かそれ。お香炊いてないから頭回ってない、なんとかわけわからんこと言ってましたけどみたいな。あ、そうですか。まあまあまあ分からんけどね、それはその時の俺はそうやったかもしれんけど、まあまあ別にそんな大丈夫。まあこっからしんどいでしょうけど、もうでもだいぶ折り返し地点には来てる感じですよね。なるほど、うん、体重ももう62キロ台。あら、痩せたね。マイナス8ですか。筋肉つけて痩せてんねや。そうそうそう、すごいね。だからだいぶ極限状態まで来てます、うん、頑張ってほしいですけどね。はい、うん、それがあって、うん、あとどっかまあ、お笑いライブフッサとかね。フッサ行きまして、はあ、フッサで東京やな。うん、俺知らんかったわ。めっちゃ遠かったのでも、うん、俺は車で行ったからそんなあれやったけど、いや、こっちも車やったけど、東京かこれってぐらい遠かったよ。幕張から行ったからじゃん。ああ、まあそうか。で、それもあるか。フッサって、服って書いて生きるって書いてフッサって、うん、なかなか読まれへん感じ。確かにフッサ、うん、俺の知り合いの社長が来てくれてたみたいな。そうなんや、うん、そういう時感想くる？面白かったですって。あ、でしょって知り合いの社長、そうそう、で、ヤサシーズタイの企画も行かせてもらったな。すごかったな、あれ。あれやっぱすごいな。そのあの僕らは問題が見えてなくて、とりあえず答えだけ言っていくんですよね、うん、でその答えが近かったらちょっとお客さんが盛り上がったりするから、その反応で一体どんな問題かっていうのを考えながら答え言うみたいなライブで、お客さんの反応見てな。そうそうそう、まあ俺の回答で盛り上がった回一回もなかったけどそうなんや全然盛り上がらない。ブロックちゃうかったもんな。ブロックちゃうくて、うん、まああれやったんですけど、だからいやちょっと活躍したかったけど難しかったな。めっちゃ盛り上がってたけどなって。帰り俺ちょっと乗せて帰ったのよ。誰を？宮下さん。あ、マネージャーの。一緒に帰って、うん、途中まで一緒に帰って、うん、ほんで感想聞いててんけど、うん、実は、うん、その間違えて、うん、なんか問題が書いてある、その問題僕らが知ってあかんから、うん、その問題が書いてある台本が宮下さんに送られてきてんって、うん、で宮下さんはちゃんと名答してたから、うん、あこれ送ったダメなやつだって言って送らなかったんですよ。あ、ナイスやな、それファインプレー、うん、俺ら知ってたら大変なんだ、なんか茶番も茶番なんてだからよかった、ありがとうな、うん、ただ、うん、ただ西野さんには見せた方が良かったのかなって思っちゃって。は？どういうこと？どういうことそれ？意味わからない。だって俺らその問題知らんとこ当てていくっていう、それが醍醐味やん。醍醐味やんか。西野さんが滑りすぎてて私胸が痛くなっちゃってなんかこれって本当は見せちゃダメっていうのは分かってたんですけど、やっぱり見せた方がいいのかなって思っちゃいました。いや、それはまあ、いやいやいや、滑るとかちゃうやん。でもそれ見せた方が良かったかもなって、まあ、言って、うん、盛り下がってんけど、うん、でもまあなんかいやいやいや、配信見た？え、配信見てない。買った？いやいや、買ってないけど、俺見てないけど、うん、いや俺その一発で当てたりとか活躍割としたと思うねんけど、うん、なんか胸が痛くなっちゃって覚えたから。何を言ってんの、うん、だからほんまか、うん、だから俺は、うん、そう
確かに、でも そうやったら台本見せた方が良かったかもなとか言って、ね、盛り下がってんけど、社内が盛り下がった報告いらんわ、うん、なんその車中、いやまあまあね、なんそのいや宮下ちゃんもお前のこと心配してんだからなんちょっとなんとかなんか仕事うまいことつなげたらいいなっていうことを考えてくやっぱそうちょっと目に余るほど滑ってたちぃから違う違うそんな滑ってたか宮下ちゃん俺、うん、マジで全く感覚なかったけどな、いや感覚ないなお前だから、そう滑ってる感覚、いや後ろで決勝だって進んだよ、で決勝進んだまでの過程を見てたやろ、俺はとか井上尚弥さんの試合見てたからいやいやあったけど、お前からその無限大のタイのそのライブボーン盛り上がるし、尚弥さんの方もボーン盛り上がるし、すごかったのよあの日無限大が、そうそうそう、楽屋はテレビ見て湧いてるし、えで決勝出てきたやん、その滑ってるなとか思ってた、決勝では受けてなかったけど、いやいやまあまあ受けてはなかったけどね、でもなんかその別に滑るってなんなんそのクイズ、いや分からん、俺も分からへんけどそうなんだ、いや俺もちょっと聞いたのよ、滑るってなんなんそれ、いや分からへん俺も、滑るというか、うん、あの盛り下がるっていう、いやもうやかましいわなんかちょっと宮下ちゃん最近いじってきてんな、いやいや、まあ、電話とかでも、うん、なんか業務的な電話あるやん、はいはいはい、であ、これこういうことやんなみたいな確認の、あ、そうです、すいませんみたいな、ちょっとだけ宮下ちゃんがちょっとこの記載漏れみたいな、あ、よかったよかった、オッケーオッケーって言ったら、すいませんイライラしてんのにみたいな、そのいや、イライラしてないよみたいな、いやしてるやんか、してないやん今もしてるやんかしてないよ、お前のラジオ聞いてくれてるお客さんにブチ切れるやんか、せえへんって、そんこっちはだからほんまに気使ってやってんねんから、そんなもんお前マネージャーも分かってるからな、いやいじってきてんねん絶対、いやいやそんなことないから別に怖いからな、そんなわけ、みんなも一生懸命やってるんですよ、いやいやいや、まあねそんなこともありまして、なんか旅行行ってたよ、あ旅行行かせてもらいました、うん、最高の旅行、オフ取って12、13、うん、どうやったの、いや楽しすぎたな、あどこに行った、だからもうさ実質3連休みたいな感じだったよ、まあ、連休は僕取ってたんですけど次の日もちょっとバレて、ほんまやったら2泊したかったんですけど、やっぱりちょっと娘も幼稚園行かなあかんってことで、なるほど、ねえまあ、2泊で帰ってきたんですけど、はいはい、まあ、栃木県、おあの茂みって書いて木って書いてなんていうのか分かる、茂み、もぎ、え？モギじゃないの？モテギ。モテギって言うんやん。ペッチョ。くせ。予想外すぎたわ。なんかそう長とか言おうとしたら臭かったね。鼻についてパリ臭かった。まあモテギっていうとモビリティリゾートモテギっていうね、いろんなもうなんかその乗り物とかすごいのよ、娘はちょっと乗り物あんま得意じゃないかあれやけど、はいはいはい、もうアスレチックとかってめっちゃ楽しくてね、でなんかその今5歳やねんけど、うん、6歳1個上、うん、小学校1年生の女の子がなんかお世話してくれたりして、うんうん、あなたこの後も私と一緒に遊ぶ、私結構いろいろ手伝うけどとかって言われてて、うん、こっちで遊ぶって言ってそのアスレチック終わったからしっかり分かれてたけど、いいね自分の意見を貫くっていう、まあまあそんなんして、うん、そやな、なんか飯食いに行って、はいはいはい、うん、いや楽しかったね、いや何やねん、別に何が起こったとかでもなくただただ楽しかった、いやそうそう、なんか久々になんかどっか、久々っていうかね、まあ、3月ぐらいにも行ってるんですけど楽しかった、やっぱ家族でやっぱ行く、2ヶ月に1回ぐらい旅行行きたいか、いや行けたら最高やけどな、あまあまあなかなか、どうやってお前2連休何してた、俺はもうずっとジム行ってたの、うわで、まあ家族はなんか、うん、あ、寿司食べに行こうってなって、ほうほうほう、奥さんが寿司食べたいっつって、うん、で、食べに行ったけど、うん、あ、ごめんっつって、うん、俺今あんま食われへんから、うん、これだけ食うわっつって、なんかネタのみみたいな、うん、刺身のみみたいなのを、はいはいはい、まあ4皿ぐらい食べて、うん、あとなんか見てた、食べてるとこほんでまあ息子とかまあまあ何も別に気使うことないから、うん、ラーメンとか奥さんラーメン2杯食べてためっちゃ食うやん、うん、だからまあまあ母の日は何かしたん、あ母の日はなんかなんていうのマッサージのさ、ほうほうほう、あ剣をなんかファンからいただいたやん、はいはいはい、あれめっちゃ良くなかった、めっちゃ良かった、うん、でなんかそれを奥さんにあげるみたいなのはしましたけど、いいな、うん、そうそうそう、確かに俺もなんかしたかったけど旅行行っててさ、あ今日母の日やなんかちょっと
うまいもんとか行こうやとか言っててんけど、うん、まあうまいもん食いに行ってんけど、なんかプレゼントらしいプレゼントしてないから、なんかどうしよう思ってんけど、まあお花とかね、うん、自分のお母さんと、まあ奥さんのお母さんには送りましたけど、ね、うんうん、なるほど、うん、でじゃあなんかちょっとプレゼント買いに行こうぜとか言ったら、うん、この旅行がプレゼントって言ってたから、素敵、そうだから、うん、OK っつって、ああ、オッケー、流行ってなってなかった。いや、まあまあまあ、楽しかった。素敵やね、相変わらず奥さんが、うん、はい、いや、まあ、息抜きはね、大事ですよ、もう絶対に。よかったやん、その旅行楽しかった。楽しかったね。で、まあまあまあ、そんなんがあったりしてか、うん、って感じやね、はい、うん、メール読みますか。はい、メール、はい、ラジオネーム黒川さんって何者ですか。はい、コロチキのお二人はクロちゃんのツイート見てますか。うん、クロちゃんは毎日番宣やらご飯やお風呂のツイートやら、うん、その他こまめに何個もツイートします。うん、そしてたまに深夜にいきなりメンヘラみたいな中二病みたいなツイートもするのですが、うん、それがいいことを言ってそうだけど意味がよくわからないみたいな絶妙なツイートをするんです。最近の深夜3時にもクロちゃんがポエムツイートしてたのがこれです。漆黒の闇に飲み込まれそうになり、自我を保ち続けることさえ腹立たしい。一筋の光こそが希望なのか悪なのか、受け皿となりし定めなら、キラ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 咲く去られ。意味わかりますか。何言ってんのこれ。西野がちゃんと読めてない可能性もあるからね。読んで。受け皿となり定めなら、キラキリキラリ。酔っ払ってんのかな。ほんまにこんなんつべてたん。何これ。いや、すごいからなこの人は。やっぱりどうすごいの。やっぱ一緒に番組やってるけど、いや、やっぱもう豆とかも思うしな、こんなんやっぱ俺もほぼ X やってないからな、たんまにやるけど豆やな、確かにめっちゃ豆やし、うん、でやっぱダイアンのユウスケさんが男やのに短大とか言って、はいはいはい、うん、あの結構言ってんな、面白話みたいな、うんうん、あのクロちゃん二浪して短大入ってるから、すごいのやっぱその遠藤が。なんでなん？なんでそこまでして短大入りたの？いや、ね、やっぱなんかその生き様がやっぱすごい。まあ、で頭突きにハマって毎日黒板で頭突きして血まみれになってみんな笑かすとか、笑かすというか、なんかもう異常な行動。うん、だからそのクロちゃんとかじゃなかったね。昔は黒川明人とか。でフルネームで呼ばれるタイプのヤバいやつ。はいはいはい。やばいやつやってんな、そう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 、昔から。いやでもやっぱ面白いですよこの人は。やっぱり面白いね、結局頭いいしな、はい、うん、すごいですね、うん、さあラジオネーム西野と松沢キュンしか勝たん。てかまあクロちゃんのツイートを振り返って、はい、なんか読もうと思ってんけど、うん、多すぎて無理やん。ああ、そんな詰めてんねや。マジ多すぎるわ。あ、何やったっけ。今のは違う。あ、さっきのなんていうの、ちょっとエゴサーチ出てこないかな。漆黒の闇に飲み込まれそうになり、出てこんやろ、出てこへん。あ、自我を保ち続けることさえ腹立たしい、うん、大好きが大嫌いになったり、大嫌いが大好きになったりと不安定、大地に降り注ぐ恵みの光、神々の祝福が訪れているはずなのに漆黒の闇に飲み込まれそうになる。おかしい、こんなこと今らまでなかったのに。ずっとキラキラして言いたい。キラ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 。酔っ払ってんじゃんこれ。怖っ、何時。酔っ払って5時やな、でも夕方。いやちょっとほんでこれあれやん、2019やぞ。おー、5年前。いやだからなんか酔っ払ったら潰れちゃうかな、こういうことを、うん、ちょっと意味わからへんな。なるほどなるほど、うん、いやもう酔っ払ってたんやなと思って。いや結構その系の漆黒の闇系のツイート黒ちゃんめっちゃしてるな。いや、なんなん漆黒の闇って。うわ、漆黒の闇系黒ちゃんめっちゃツイートしてるわ。なんなん2019、18とか何これ。18年にもやってるで漆黒の闇。何闇の濁流に飲み込まれながら漆黒の闇に飲み込む。もう何言うてんねんこれ。あかめたらしてくるでほんま。聞いてみよう今度、はい、聞いてみて、意味わからへんから、うん、ラジオネーム西野と松沢キュンしか勝たん。キュン
ラジオで30分未満ってめっちゃすぐ終わっちゃって短いです。40分以上は欲しいです。本当はもっと長く聞いていたいけど、うん、なだちゃんと徳永くんの高齢化を考えると強く言えません、はい、頼むて西野、西野はなだちゃんの代わりになんとか若さ元気さを維持してくれってことですね、うん、今何分？20分です。うわ20分もうキッチンスタジオの時間もあるし、俺もしんどいしね今日。あ朝からじゃあこの方40分以上希望って言ってますけど、うん、だってもうだっていや別にやってもええけど、うん、キッチンスタジオの時間あるでしょ、キッチンも渡してるしよ。じゃあやめときますか俺悪者になりました一緒に、どっちもいいよ、まあまあまあ、やんねえやるのに今日はやめときます、うん、まあ時間がねないということで、まあでも40分以上希望してくれてるのは嬉しいことやんか。1時間半とか時間があんねやったら俺は全然したいけどな。ほんまのラジオってそんぐらいあるやん。はい。うん。1時間半ぐらい。ほんまのラジオって何なの？え？別にそのラジオってその尺関係ないからね。いやなんかこう。俺らほんで眠ちき30分やからな。え？ほんまのラジオちゃうかあれ。違う違う、ほんまのラジオっていうか。何やねんほんまのラジオ。なんかオールナイトニッポンとかそういう。今さんとかも30分やろ。ほんまのラジオとかあんま言うなよ。俺らのラジオほんまのラジオじゃないみたいなのあるから。いやほんまのラジオというか、なんか よく有名な聞くラジオはさ、うん、1時間半とかあるから、まあまあまあ気分が乗ればね。ラジオネームアッセイアッセイ、鬼越 YouTube の令和ロマン会で大阪お笑いと東京お笑いの話になり、1時間4分あたりで、酒井さんが、うん、俺コロチキ大好き、東京お笑いのやつらにも優しい、うん、みたいなことを言ってて嬉しくなりました、うん。でも楽屋に亜生が来るとコロチキが大阪時代のノリを思い出して大阪お笑いをしだす、かっこ亜生がナダルを叩くなどのが気持ち悪いと言っていました。おい亜生ああ気持ち悪い。亜生が確かにこうなんかわーってもう寝やかやからずっと亜生とキョン、キョンチーがな、それこそ言うけど本当に。なんか私は本当のギャルじゃないみたいなことをなんかその飲んでる時に言い出して、本当はそんなに明るいやつでもないみたいな。ああ、キョンチ内のだからいろいろ考えてるやり方どうしたいか迷ってる。でもなんか私は本当に今まで人生生きてきて二人だけ本当のギャルに出会ったことある。二人だけ本当のギャル。誰その二人だけ本当のギャルって。亜生さんとキョンさんっていう。わあ。マジピンとくるというか。わかるな。マジ俺小4からあいつら変わってないんちゃうかなと思って。そのまま大人になったみたいな。大人になった感じというかね。確かに。いやまあ亜生とかもうそういう感じで見てますね。だからそのまあまあしばかれたりもするんですけど。じゃおかしいけどな。亜生ユリアンラインはやっぱほんまもう昔から一緒やから。後輩やけど。そうだからまあ一緒に番組もやってるからね。もう友達じゃないけど、そんな感じの後輩というか。寝やかよな、亜生は。キョンもやけど、うん、だいぶ寝やかやと思うで。あれすごいよな、ほんま、うん、ほんまに、なんか誰って言ったような、そう、他の芸能界で言うともうほんま明るい人、勝俣さんとか違うかな。勝俣さんも闇あるじゃん。勝俣さん闇あるの？あの感じで、なんかもうただただ明るいみたいな。マジいいよな、あの感じ。あの感じはもう持って生まれた。亜生とか大阪お笑いのノリというかね。ねえ、そう言われてるけど気持ち悪いって、うん、いやまあだから亜生もだから一生懸命やってるってことはちょっと分かったってほしいっていうのが。別に否定とかじゃないと思う。だから亜生もだからまあ言うたらなんかもうただ元気なやつっていうふうに思われるのが嫌で、だって昔よりめっちゃおもろなってるからな亜生。それはそう。でおもろなってて、ほんでちょっとなすごい変わったなと思ったけど、それを楽屋でも見せようとしてそんなのしたりしてるけど、最近そんなやってない気がするんだよな。あ、うん、それはなんでかっていうと、亜生が最近スタンス変えたらしいね。うん、僕面白いことを言おうと思っても言われへん。どうすんの、ただの大学生でいる。ね、ただの大学生がやっぱ似合うから、それがめっちゃいい感じになってるというか。ちょうどこの前、亜生とランチ行った時にその話になった、だからちょうど何ほんまになんか無理して面白いこと言おうとして、やっぱ無理してる感で笑えへんかったりする。はいはいはい、亜生がそのまま元気に喋ってる方がやっぱおもろいから、あ、いいなそれって。はいはいはい、はい、だから最近そんな叩いて俺叩かれてないんで、はい、そんな亜生に叩かれてないです。いやー何その大丈夫ですよって、別にそんな真剣に怒ってないでしょこの人多分。まあ亜生はねすごい特殊ですよ。続いて、はい、ラジオネームニンニクニキニキ、5月13日に上がった日社の個人チャンネルのコメント欄がまさかの温かいコメントで溢れていて、俺は涙が止まりません、うん、ありがたいですね。そんと、そんと
個人 YouTube なんか見てくれてる人がちょっとずつ増えてきてて、本当、うん、本当、なんかね、うん、普通にまあ叩く人はずっとおるんですけど、うん、まあでも7万再生とか、あ、ほんま、うん、なんか割と見てくれる人もいて、こうやっとやりがいできたなというね、うん、いや、ほんまいい加減してくれよ。何が7万再生って、7万再生いってるやつあるやろ、うん、昨日が7000やろ、でも、ああ、アベレージじゃないよ、最高のやつが7万、あ、最高ってことか、うん、ここらへんない、うん、7万再生のやつ、1週間の食事ね、Vlog って書いてあるわ、そう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 、これ7万のお前なとか、まあだからなんかこう、うん、まあ未だにおるけどな、やっぱりずっと言ってくる人、 DM しつこくずっと15通ぐらい送ってくる人いるわ、でとか、うん、そう、うん、何がとか、何の何の意味もない、一回やってみたら、うん、開示請求、何開示請求ってその誹謗中傷してきてくるやつの特定して、うん、裁判に持ってくる開示請求、その程度で開示請求してみたってやつ、めっちゃ時間かかるやん、お金もかけてそいつにそいつもびっくりするやろな適当に送ってた DM がめっちゃおんねん、でも 2,3 人おるな、しつこくずっと、はい意味ないとか言ってくるやつ、うん、まあまあいいんですけど、喧嘩せえへんの、それは。え？喧嘩。え、無視無視。俺の人生のハイライトに出てこないの、そいつ。出てくるじゃん、めっちゃ。どうする、最後の走馬灯に全部 DM って。死に負けた。で。いやいやいや、俺の人生嘘すぎやろ。そいつで埋め尽くされて。はい、続いて、はい、ラジオネーム、ハピハピネッコ。宣材写真変えましたか？西野さんはめっちゃ写りいいのに、ナダさんあれでよかったんですか？うちのナダちゃんはもっと可愛いのにって言ってますね、うん、西野選んだんでね、いやいや、でもこれでいいって聞いてんちゃう、うん、もう俺はほんま別に前のやつ結構気に入ってたからさ、うん、あれでよかったんけども、うん、西野変えたい変えたい言うからさ、いや、もうほんならええけどって、5年前とかならあれだって、うん、そんな洗剤で変えるもんな、俺分からへんけど、いや、分かんない、人によるんちゃう、でもなんか変えた方がいいんじゃないですかとか結構、うん、まあまあもうその変えたんやったら変えるかってぐらいの感じです、僕だから、なんか映り悪かったかな、ナダルさんのやつ、よくはなかったはずよいやいや、絶対良かったって、別にちょ、ミスチー、うん、そんなあるよ、ほら、俺もふざけた顔したけどさ、うん、俺別にそう、映り悪いとかじゃなくて、いやこれ、で俺もだからミスった、この時も適当にやっちゃったからさ、うん、考えてみたらこんな顔してハードル上がるだけやからなできれば一番普通のやつが選んでくれてたら一番相方としては嬉しい。いやいや、わかんない、そのじゃあ一番普通でよかったけどな、あ、まあ、そうな、ちゃんと見てなかったけど、よう見たらエグい写真のやつ選んでんなと思う。いや、それなしやん、聞いたやん、俺だから俺も全然見てなかったからな、あれやけど、何でもいいって、何でもいいよって言ったら、うん、まさかこっち選んでると思う。いや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 、だからいや、まあまあええねんけどな、別にじゃあ次から全部聞くわ、うん、そんな、何でもええよって言うから、でまあ洗剤でハードルパリ上がってるやんと思ったなんかめっちゃやるやつやん普通でええやんって思ったけど、いやいやいや、大丈夫やと思うけどそんな前回のもだって普通ではないやん、うん、いやでもまあこんないかれてはなかったやろこれ何これって笑ったけど、あ、そうですね、ちょっと確認してみてください、はい、皆さん、はい、じゃあラストいきます、ラジオネームポン、おナダルさん、西野さん、そしてスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。芸人じゃなかったら喋らなかったランキングの動画、すごい面白かったです。ヒデッチの気持ち分かりすぎる。ヒデッチの気持ち分かりすぎる。私の場合、芸人さんで仲良くなれそうな人はいません。いないね。何の話やね。ナダルさんとは影が集まる部活で、陰が集まる部活で出会ってたかもしれませんが、西野さんに関しては野球部ですよね。野球部には苦々しい思い出がたくさんあります。あら、自分が上だと確信し、陰の者に声をかけてくるあの男たち。あの野球部という時点で心は閉ざされます。なんか暗くなっちゃってごめんなさい。それはさておき、気になったのですが、もしナダルさんと西野さんが同級生だったらどうなりますか、うん、すごく気になります。よろしくお願いします。いやもう絶対いじられてたやろな。
いじってんのかな。あ、めちゃめちゃいじってんじゃん。だからあの何だっけ、あのそれこそクラブでさ、西野が女の子横にこうやってやりながら、うん、俺の方を見てペットボトルの蓋飛ばして、ほら当たったこいつとパン俺にペットボトル当てて、ほんであの氷投げたりとか、うん、いやいや氷投げたって、金のネックレス、あ、金の靴履いて金の時計しながら俺に氷投げたりして、うん、めっちゃ嫌なやつやな、お前ほんま、改めて。ちょっとほんま、ちょっと一回ちょっとこの銀のネックで引きちぎらしてくれよ、ほんま。嘘嘘。先生、そうやけど。そうなんや。ちょっとほんま、根っからの嫌なやつやで、お前ほんま。いや、そんなことないよ。いやいや、そんな考えてみ、うん、自分の息子がさ、うん、あれ見てみって言われてさ、うん、で、女の子横にやってるやつがさ、ペットボトルだったら、お前の息子、やれると思ってみ、氷投げられたり、ほら当たったり、頭当たったり、イエーイとかでやられてる。ベロベロやろ。バリかわいそうやで、ほんま。なんかやってたやろ、その時、ゲームみたいな。いや、知らん、お前は勝手に一人でやってるゲームな、女の子に見せながら。いや、分からない。嫌なゲームやで、うん、どこで、じゃあ一応こっちやられてる側にもちょっとなんか利益ないと意味わからないからさ、俺はどう楽しんだらいい。で、首絞めたやっけ。首絞めたというか、ええ、返せよってな。誰がやってたやんけ、その話。小安さん。小安さんか。うん、小安さん、あれ覚えてるわ、みたいな。一触即発。最低やで、ほんま。でも俺がビビり倒してたっていうね、奈々さんの力強すぎて。いや、申し訳なかった、あの時は、ほんまに。いや、覚えてないんやけど、俺は。それが、それが悪い。だからタクシーの運転手さんにキレられたりしてるやんか。ああ。お釣り、うまーとか言われてるっていう。うん、そういうこと覚えてないこと時に、運転手さんにお釣りを投げられた。うん、で、運転手さん悪すぎるやろって言ってるけど、多分それ以上のことお前してんの。してたから。うん、覚えてへんとか言うやろ、そのペットボトル投げてんの。木下さんより前でやってるからね、お前。めっちゃ根に持ってるやん。ごめんよ、そんな、そんなに持ってるとお前、もう思い出したらほんまに視界が暗くなるからさ、ほんまなんか、なんて、もうさっきまで明るかったこのスタジオがもやかかってるあれ思い出した。ごめんな、その時はもう俺もう分からんかったから、21とかやろ俺、分からんかったからで納得できるか。すいません、もう気をつけますから、もうないから、そんなことは絶対。また俺がペットボトル蓋投げ出したらほんまもうめちゃめちゃ縛れてくるんだよ。わ、覚えてないんか。俺お前と同じレベルに落ちたくないから手出しなさい。もうどうしたいのこの話。いや、まあ、はい、その同級生になってたら、はいはい、でも俺意外と仲良くなってたんじゃん。無理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 。仮面ありすぎやろ。無理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 。なんでやろ。どういう、じゃあもし西野がいたとしたらどういう感じやったと思う。だから演じてたらコットン西村こんな感じやった、ね、みたいな。まず、うん、まあ学校来ます、俺がこうやって、じゃあ、まあ、ここ座ってね、西野ここ座ってもらう、ここ来てよね、友達喋っといて、うん、そうなんや、めっちゃおもろいやん。あ、ごめん、あのこれ僕のテーブルやねんけど。あ、ごめんごめん、あ、ごめんごめん、あ、全然。よし、教科書出して、うん、あ、そうなんや、ごめん。まあ、手ぐらいやったらええか。そうなんや、あ、消しゴム持ってない。あ、消しゴムこれある、あ、やつを、うん、そう。マジでスペア持ってきてよかった。そうなんや、マジか、俺それ知らんわ。すいません先生。あ、先生すいません。そうなんや、保健室行ってきます。ちょっと、えってえって、もう保健室行くシリーズえって、そんなわけないよな。スペア持ってきてよかったんだけど、器用なんだわ。なんで消しゴム持ってきてるの。劇場パクられるから。いや、もういいですか、こんなわけないから、うん、ほんまに。俺もなんかあったからな、ハミゴにされたりとか。気持ちわかるもん、その気持ちわかるやつが、うん、あの人の頭にペットボトルの蓋投げへん。女の子の、でのそれ酒、それをつまみに飲まへん。俺もペットボトル投げへん。で、ペットボトルの蓋なくなったからっつって氷投げたりせへん。で、びしょびしょならへんねん。俺もあってんけどな、そういうこと、うん、あったやつはせへんからね。あ、そうか。文鎮とか投げたことあったで、うん、あの、習字の、うん、で、危なーとかって、うん、わーいとか言って、わかんわ、闇深すぎる。ちょっとね、こういう感じになりましたけど、僕は絶対同級生になったら奈々さんとちゃんと喋りますから。いや今のもうめちゃめちゃ、俺がちょっとごめん、俺が無理やろ。申し訳ない。いやな、保健室行くシリーズ。はい、ということで、はい、まあ、今週はこんな感じで、うん、ちょっとね、またクッキング企画、はい、ちょっとまた投稿しますんで、あと全国ツアー概要欄に貼っておきます。
チケットね、販売に向けて、すごいなってますけど、チケット販、はい、完売に向けてね、ちょっといろいろやっていこうっていうことを言ってます。本当にまず福岡、うん、余りまくってます。本当皆さん力貸してください、はい、お願いします。お願いします。福岡パッと行ける距離なんで、はい、ぜひぜひ。北海道の方もぜひ福岡に遊びに来てください、うん、北海道の人が、はい、ぜひぜひ、ね、うん、本当ぜひ。わざわざ近いね、リモンってちっちゃいから。ああ、なるほどね。もう北海道の人も来れると、はい、ぜひお願いいたします。ということで、ありがとうございました。はい、今度ですね、はい、全国ツアーを開催します。ありがとうございます。ありがとうございます。4カ所ですね。4カ所、はい、福岡、愛知、愛知、東京、東京、大阪、4カ所でございます。お、全国やね、はい、全国です、はい、最短距離で回りますね。ですね、はい、日付が6月15日土曜日が、はい、福岡公演。15日福岡、6月15日はい、で、名古屋公演、はい、愛知ですね、が8月30日、8月30日名古屋、金曜日ですね、はい、金曜日。そして、9月28日土曜日が東京公演。9月28日が東京、はい。そして10月25日金曜日、千秋楽が大阪公演。10月25日が NGK、 はい、ナンバーグランド花月で、概要欄に、詳細載せてますので、皆さん、はい、ぜひ来てください。あ、全部余りまくってます。あ、力貸してくれ。ほんまに、でもこれかなり今後左右する全国ツアーになると思う。これが最後の全国ツアーになりたくないんで、ね、はい、もうもしかしたらこの全国ツアーを機に埋まらなかったということで、うん、もう全員散ることになるかもしれないので、ね、解散かけて、あのチャンネル自体が散る、やばいやもうそれぐらいの意気込みで、皆さん頼むと来てください、ね、はい、ぜひお願いします。待ってますんでね。お願いします。